皆さんどうもリュウでーす。さあ、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、うん、世の中は、バレンタインですね、ウィークにね、はい、近づいております。そうなんですよ、なので、この度僕たちもですね、リードカフェで、その新メニュー、バレンタイン期間限定、2月1日からですね、ここから期間限定でね、ちょっと新メニューを、また皆さんにお届けしたいなということで、今回は、ちょっとこうチョコをね、イメージして、バレンタインをイメージして、限定パフェですね、こちらを作ってみました。バレンタインということでチョコをね、ちょっと貴重とした、パフェになっていて、バレンシアオレンジ、そう、そういう種類のね、オレンジを使って、なかなか見ないと思うよね、オレンジとチョコのパフェって。チョコ意外と、でもこれね、試食したんですけどね、そうです、めっちゃ美味しい、うまいんです。これ本当合いますね、超合いますよ。そうなんですよね。で、1個ずつ説明していくと、最下層にあるのがチョコアイス、ね、最後に甘いのが来ると、で、この真ん中、クッキー、これ塩クッキーなんです。塩クッキー、これちょっと塩があって、甘じょっぱい感じ、歯触りじゃねえ、後味が良くなるよ。歯触りって、歯応えもね、これで遊べますけどね、クッキーでね。その上には生クリーム、生クリームとホイップクリーム、口の中が楽しい、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 楽しい。そしてオレンジ、このね、それぞれのね、食感、風味、甘さ、そしてフルーツ、この融合をね、ぜひ皆さんのお口の中で楽しんでもらいたいなと思うんですけども、まだね、これ名前が決まってないんですよ、商品名が。そうなんですよ、やっぱりリードカフェはいろいろね、汚れのパフェとかありますからね、あとは古焼けのカレーとか、ネーミングもね、やっぱり大事にしている部分があります。じゃあどうしましょうか。どうしましょうね。どうしましょう。この子の名前は、ケイタさん。そうですね。バレンタイン限定ね。バレンタイン特別感のある名前だったり、ちょっとこうラブリーな感じがね、あるといいね。バレンタイン、そう、ラブリーな感じっていうので、ラブリーチャンス。どうですか。ラブリーチャンス。なんかわかるけど、昭和感。昭和感。否めない。ピンともないチャンス。ちょっと頼みづらいか。ラブリード。ちょっと恥ずかしいよね。ラブリード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 もいいか。ちょっと恥ずかしい。激動の昭和とか。なんで昭和取り入れたいの。今聞いたワードをそのネーミングにするのやめて。深夜なんかある。これ。そうね。今夜はラッキー。いや、なんか意味深だな。今夜はラッキーだな。そう、今夜何あるかなっていう思いを乗せながら食べるっていうね。サブタイトルは「トゥナイト」。そう、トゥナイト。サブタイトル、サブタイトル頼むとき嫌やな。今夜はラッキー、トゥナイト一つ嫌だわ。まあちょっとこれはね、まあスタッフの人と合わせて、そうですね、はい、商品を考えていきたいなと。もうぜひ皆さんリードカフェに立ち寄って、このバレンタイン特別なパフェを、楽しんでもらえたらなと思います。以上、リードでした。